おはようございます。たかしです。本日は5月8日水曜日、ただいま7時53分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。 FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信しています。トレードを基礎から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひご利用ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の日足からですね。昨日のポンド円の日足っていうのはこれなんです。ちょっと見にくいんですが、ほぼ実体がないんですよね。実体がない、しかも上髭下髭を出しているという、そういうローソク足になってきております。これ直近のここの高値、3月20日ぐらいの高値っていうところに白い水平線を引いてますが、 193.5 付近、ここが意識されていると考えられますので、現在はここを上抜けられるのか、それともここを上抜けられずに下落していくのかっていうところを見ておきたいですね。日足大枠では上昇トレンド中です。この白いトレンドラインに沿って上昇はしてきているんですが、今週頭からこのトレンドラインからの上昇にはなってきているんですが、昨日ちょっと上値が重いので、そう考えると本日は下落方向に動いていく可能性も考えておきたいですね。ストキャスティクスはゴールデンクロスはしてますが、ちょっとクロスの仕方が弱いので、ここからの上昇は少し懐疑的ではあります。そして昨日もお話ししてますが、上昇してもすぐ週足のラインなどがありますのと、この直近の強い下落の影響があって、基本的には戻り売りが入りやすい試合でもありますので、上がったところは売られやすいし、かといって下がってくれば日足のこの反発に合いますので、下がったところは買われやすいので、難しい相場が続きそうっていうのが現状ですね。では4時間足です。4時間足を見ていても上値が重そうな雰囲気ですね。昨日ほとんど動いておりません。上がったり下がったりという乱高下をしていただけです。で、この昨日もお話ししたかもしれませんが、 GMMA の青帯で今上値が抑えられそうなポイントにあるんですね。で、昨日の時点でも GMMA の青帯がすぐ上にあったので、ここを上抜けすると上昇しやすくなるんですが、ここを抜けられないとやはり下落方向に動きやすいというところが現在地ですので、まずはこの現在地の揉み合いをどちらに抜けるのか、上に抜けるのか下に抜けるのかっていうところを見ておきたいです。ストキャスティクスは下落中ですので、本日ももう少し上値が重くなりそう。そうするともしかするとここからダラダラと下落していって、日足のトレンドラインを下抜けるような動きになってくる可能性もありますので、そこはご注意ください。上昇方向にトレードするのであれば GMMA の青帯を上抜けてから、下落方向にトレードするのであれば現在地っていうのはちょうど戻り売りがしやすいポイントにもありますので、その辺の動きを見ておきたいですね。では1時間足です。昨日は上がったり下がったりというのを方向感なく起こしております。ちょうど昨日は GMMA の青帯が下向きから上向きに変わってきましたねっていう話をしていたと思います。今まで先週が GMMA の青帯が下向き、そして月曜日にその青帯を上抜けて GMMA の上でサポートされるのであれば、ここからの上昇を考えていたんですが、昨日はかなり上値も重く、やはりこの日足の白いライン、このあたりが意識されてきているんだと思うんですが、そこが上値が重くって結局上昇しても深く戻されてっていうことを繰り返していて、今は GMMA の青帯が収束して、ここからは方向感なく動きそうなところになってきてますので、上昇するかもしれないし下落するかもしれない。ただし下落してくればすぐ下には日足のトレンドラインがあるんだっていうところは覚えておいてください。上昇してきた場合はこの赤い水平線、もしくはオレンジの水平線を目指して上がってくると思いますので、その辺付近までの上昇、逆に言えばそのあたりに来ればそこからは下落しやすい、そういうポイントになってきますので、その辺のポイントに引きつけて戻り売りをするのであれば、そこまでは待ちたいですね。では次はドル円です。ドル円もポンド円と同じく、この上昇の傾きが白いトレンドラインでありますが、この傾きに沿って現在は上昇してきております。昨日ドル円は比較的強めの陽線になっております。ちょうどこれ GMMA の青帯からの反発の上昇になってきているので、このまま反発上昇していけるのかというところですが、基本的に上昇すればやはり為替介入の警戒感が強くなってきますので、ここからの上昇は警戒が必要ですね。今のところ上昇トレンド中ですので、このまま上昇する可能性もあるんですが、上値は重くなってくると思いますので、上昇トレンドについていくのは結構難しいかもしれません。では4時間足です。こちらもポンド円と同じく GMMA の青帯を上抜けられるのかどうかっていうところですね。ストキャスティクスは高値圏にありますので、ここからのロングエントリーは優位性がありません。現在4時間足は
下落トレンドで、ちょうどこの下落トレンドの下落に対する調整の上昇しているタイミングですよね。なのでこの GMMA の青帯を上抜けられなければここから下落していくと考えられます。ストキャスティクスも高値圏にあるので、いつ下落してもおかしくない、そういうところにはあるんですね。逆にこの GMMA の青帯を上向きに抜けた場合、その場合は156円ぐらいまで上昇する可能性が出てくるので、その辺の動きを見ておきたいですね。昨日の動きを見ていると、今 GMMA の青帯付近に張り付いてますので上抜ける可能性は高いんですが、先ほども言いましたようにストキャスティクスが高値圏にあるので、ここからロングエントリーする場合はあまり優位性がないんだということは考えておいた方がいいと思います。では1時間足です。こちらも昨日ほとんど動いていないんですよね。若干上昇はしてきているけれどもというところです。昨日お話ししたように、まずは黄色丸の高値を抜けるまでは下落トレンド継続ですので、今じりじりと上昇はしてますけれども、突発的な下落にはご注意ください。昨日も結構これ1時間足で見れば小さいんですが、15分足ぐらいで見るとそれなりの下落をしているんですよね。なのでこれ1時間足は現在下落トレンドの中の調整の上昇中ですので、この緑の矢印が示しているように、まあここからは上昇してきてますが、次の下落に向かっていく可能性も十分あるという中で、今1時間足は GMMA の青帯に沿ってじりじりと上昇してきてますので、かなり難しい動き方をしている最中ではあります。ストキャスティクス方向感がありませんよね。もうぐちゃぐちゃしてますので、今上昇トレンドではあるんですが、上昇の傾きもすごく緩やかですので、すごく分かりにくい動きをしているので、上昇トレンドについていく場合もしっかり押しを待つっていうことが大切ですよね。昨日のこういう押しですよね。今1時間足の GMMA に昨日もこうやって接触してきてますよね。押しをつけに来ている、こういう動きを待つことが大切ですので、今みたいな上がりきっている状態で買っていくと、もちろんこのまま上昇していく、赤い水平線ぐらいまで上昇していく可能性もあるんですが、押しをつけていないところで買うと、ここで高値を掴んで、ここから今先ほど下落トレンドと言いましたよね。今大きな流れとしては下落トレンドですので、今ここから買っていった場合、ここが最高値になって、そこから大きく下落していく、本来の下落トレンドに戻っていって152円を割れてくるという可能性もゼロではありませんので、そこはご注意ください。ですので上昇トレンドに乗っていくのであれば、しっかり押しを待つ、そして戻り売りをするのであれば上げ止まるのを待つということが大切です。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。またノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら今がお得です。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。